でいいきたいと思います1、えー、部目は心の色を押す理由ということであの皆さんアイパアプライド・インプロ・ファシリテーター・アカデミアというところでファシリテーションをイエス・なファシリテーションを学ぶプラクティショナー実践者の皆さんです。 でそんな中で心の色っていうのはあの根幹になっている部分で相手がどうあるの前に自分自身がどうあるっていう姿を、まあ、自分自身の研究を行いそして相手との関わり方っていうのをそれぞれこう工夫しながら関わり方をこうどんどん近づけていくそんなことを学んでいたりします。 でそんな中でじゃあ心の色っていうのを結構長くな学んできていただいているんですけれども1部目は心の色を押す理由っていうのをそれぞれの、えー、研究員プラクティショナーの皆さんからお話ししていただくそして2部は今ハンドブックをもうどれぐらいなんでしょうね9割 はい、うん、完成、うん。というところで、じゃあそのハンドブックを、えー、とどういうふうに使っていただければ、現場でそれぞれの方々にというお話に移りたいなというふうに思っております。でということで、第1部、心の色。 ということ、まあ、実践型心理学と呼んでいるんですけれども、を押す理由を、まあ、えと自己紹介も兼ねてで、まずは毎度おなじみの楓ちゃんに振りたいなと思います。では、楓ちゃん、お願いします。はい、ありがとうございます。こ高校3年生の楓で,です。よろしくお願いします。と私がハンドブックをまず押したい人たちは、 自分の同級生だったり自分より若い世代の学生さんとかにあのしてもらいたいなという気持ちが大きいです。となぜなら今私はこう背景にもあるように自分は赤色が強いんじゃないかなって思ってるんですけどあの小学生の頃から対人関係とか,かこう目の前の成果と結果とか行動にしか目がいかなくて。 なんでそうなるのかっていうのがいまいちつかめてなかったんですけどこう心の色を知ってなんかそれが急にシンプルな問題に見えてきたっていうかあ自分は心の色赤でこうみんながその緑色だったからこういうことが起きたのかなっていうふうになんかすごいスッと自分の中でなんか降りてきたのであのそういうなんかやっぱり。 あの目の前のことにいっぱいいっぱいになって見えてこないっていう状況があると思うんですけど早い段階で知っていれば、まあ、心が軽くなるし自分のことも知ることができるツールなので、はい、その世代にまずは届けたいですありがとうございますじゃあカえルちゃんからではいじゃあいかちゃんお願いしますはいありがとうございますえっと えと私は、えー、と今、高校で高校生の探究の学習の時間の授業、えーとえー、探究の授業やあとは高校と大学の連携授業なのかに関わるそういった、えー、と高大連携推進というお仕事をしています。で私が心の色をおすすめしたいなと思うのは、えーとうん、私自身、ちょっとそうだったんですけどなんてうんだ人の言葉にこう割と敏感な人。 ととかいいのにおすすめしたいなと思っていて、まあ、それは何でかっていうと私自身こう楽しく自分は生きてるとか,なんかそういった時に結構こう軽薄な生き方だとかいろいろこういろなことを人から言われることがあったんですけどもっと考えて生きろよみたいな言われてたんですけどでも多分そういう人は自分のことを冷静に分析している青の人だから私もそういうとこ気になるんだなとか。 赤だからちょっと人のことをちょっとなんとかしてやろうっていう気持ちがあるんだなとかなんかそういうふうになんかこう客観的にとか冷静に分析できるようになったのでこう必要以上にこう自分を否定されてるなとかなんかそういうふうに傷つかなくなって済んだなっていうふうに思うのでなんかそういったところでこう普段なんかこうすぐ私嫌われてるのかなとかちょっと思い込みがちな人って結構いるかなと思うんですけどなんかそういう人に本当いろんな こう周りの人を冷静に見たりとか自分自身のことを俯瞰して見れるみたいなことができるようになるのかなと思うのでこのこ心の色っていうのはなんかそういった方にお勧めしたいなと思っています。さん マリリンです。えっと、私はですね今ふだんは、えっとまあ、学校関係とかの,、えー、の教材ソフトを、まあ、提供するっていう会社で、えっとまあ、特に子どもたちが自立して学習するっていうところを、まあ、目指して、えっと、そういう。 先生方にご説明したりとか、まあ、そういうことをメインにしてるんですけどアイファの中では、えっとまあ、出版部のまあ一員として、はい、ハンドブックなんかを、えっと、一緒に制作させてもらってるんですけれどもで今回まハンドブックを制作する中で改めてちょっと心の色っていうものをこう考え直すというかるちゃんに出会ってね10年近くなるんですけど、まあ、その中であのおすすめしたい人は。 えと本当に人との関係性に悩んでる方とかあとは、うんまあ、とにかく人と関わる人なん、まあ、みんなだと思うんですけど、まあ、教育関係だったりとか親子関係だったりとか、まあ、そういう方に、まあ、ぜひ手に取っていただけたらなっていうふうに思ってますで、えっと、私自身が今この背景は青なんですよね <laughs> 心の色がもう今は本当に青い性格の自分をものすごい満喫してるんですけどもともとはそのもう 最初は黄色とか緑とかって言っていてで人と一緒にいることが好きとかなんかすごい空気を読むみたいな自分を感じてたんですけどなんか 言ってたわりにすごく居心地が悪いことになんかだいぶたってから気づいてでマリリンって青だよねって言われた時にあそっかってなってこうその自分って青でいる時がすごい落ち着くんだなっていうのに気づいた時にすごい生きやすくなったというかまあ自分は青で相手は何色だからあこ,うこういう関係性になるんだなっていうのを冷静に見れるようになったりとかまあそういうふうにこう人との関わりの中で自分っていうものをこう 見るツールとしてすごくあの面白いし友達とぜひこう話してほしいなって思うのでまあなんかコミュニケーションにちょっと悩んでる人とかそういう人にぜひ知ってほしいなって思います。うん。以上です。じゃあマリリから。じゃあ,じゃあジョーさんお願いします。はいえっと林ジョーです。えっとこれはえっとごめんなさい海月ちゃん質問なんったっけ？<laughs> 心の色を押す理由です。 自己紹介も含めてですねえっと大学付属の学校で高校の先生をしていてえっとそもそもは付属高校って大学の先生にいつも怒られるんですね、えー、全然勉強しないで受験しないで、えー、要は大学に上がってくるので、まあ、そこをなんとかこう目的を持たそうぜっていうところでる、まあ、ちゃんと出会いまあそういう まあ受験がないからこそみたいな活動をやれることがほかに学校であるだろうということでやってます。で、うん、押す理由としてはそうですねえっ、ー、と僕もこれはあの今僕着てる服はの色は完全にあの緑の皮がむけたスプカなんですけども要は自分らしさをまずは <laughs> 見つけましょうというか。 ということが1つとあと2つ目はあのなんかうまくいかないよなって思ってることっていっぱいあると思うんですけどそれを心の色を勉強したり、まあ、学んだり自分も実践したりすることで、まあ、そういう青い人っていうかまあ先ほどマリリンも言ったなんで?」って考える人は「あだからか」って思えるようになるし、えー うまくいかなくても自分は黄色だから全然楽しかったらいいじゃんっていう自己肯定感にもなると思うので逆に、えー、学校の先生で言ったらなんで言うことを聞いてくれへんの子どもたちとかまあ要はそういったところも含めてえー、っとなんやろううまくいかないことまあこれはまあ人間関係が一番おそらく突き詰めていくとそうなると思うんですけどなんか自分のやってることも含めて うまくいかないことがあった場合に、うん、使っていただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。なので僕も使っててうまくいってないような気もするけど、うん、自分的には心の色で、えー、うまくいってるっていつも思ってます。うん、以上ですしいあ最後はヒカルちゃんかな はいボールありがとうございますはい、あのー、まあなんか私自身はもうえっ、ー、とーブログノートとかはいアイファのノートとか自分のノートとかで今クラファンやっててそのクラファンの新着情報にもいっぱい書かせていただいて本当に悩み大きい子供だったので小学生で。 小中をあの高校もかな過ごしててでやっぱりこう伝えたいって思ったメッセージを言葉に出してるけどそれが相手にやっぱり違って受け取られてるっていうことが繰り返されていて本当にあ人と関わるってしんどいな難しいな一ていっそのこと喋らないっていう方が楽だなって思ってて。 なので私は絵を描くとかダンスをするとかその言葉以外の表現に走ってたんですけれどもやっぱりこういう,こう心理学というか自分の在り方っていうのを一旦分析してみてみるっていうこのやっぱりこう領域を学ぶ。 ことがあって大学学その悩みを抱えてて心理学っていうので心理学に行ったんですけどじゃあそれを知った上であこういうのもっともっと小学生のうちから知ってたら楽に生きれたのになって思ってまあ自分自身がじゃあやっぱりその小学生の頃あの悩みを抱えてた頃の自分にそれを届けてあげたらいいなと思って始めたのがはいその。 色にしててみるっていう、分析するんだけどでもいや違った自分もあるこれはあの12月にも話してるんですけどあのいろんな色を自分はやっぱり持っていってで相手が変わるとやっぱり見せてる色っていうのがコロ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 変わるよなっていうのでこう球体上っていうふうに表現させていただいていて。 なので、はい、本当になんかもう皆さんが言ってくれたくださった通りのいろんな方に本当はお手元に届いていくと嬉しいなと思って、こういう仲間たちと一緒に研究を深めてます。でそんな中で、この、あのー、心の色、初めて聞く人はこの4色があるんですっていうところなんですが、ここの、えー、と詳しい内容については概要欄にここを見てくださいっていうのでリンクを貼っておきます。はい で今、そのいうことでこうハンドブックっていうのを作っていてですねもともとはイラストから始まったんですけどイラストだけ見てもわからんねっていうことで文章をくっつけていくと。 でもなんかこう私がやってる講義の中で使ってる文章とイラストとそこをつなぐストーリーっていうのがなかなかこうしっくりいかないねっていうところからマリリンがもうそれを一手に背負ってですねハンドブック化するっていう形で今はいもうあの寝ずに作業を寝てはいるのか。寝ています。はい。あの取り掛かってくださってるということで第2部。 心の色の色ハンドブック実際のここにマリリンもいるのでアイファの出版部としてですねハンドブックの活用法という話にしていきたいんですが出版部でこのインスタグラムでサムネをこれがまたねすごい素晴らしいのが内容が分かってなかったらこんな風に紙み砕いた表現ができるってできないよなっていうサムネを作って 作ってくれているカエレちゃんのサムネをちょっとサクッと見せてまずつい最近アイファのインスタで公開したやつなんですけどサスの魅力大公開ということでこの辺はカエレちゃんサムネを作りながらのちょっと苦労話か裏話かなんかくっつけながら話してもらっていいですかドンはいはいそうですね いや魅力ありすぎてなんかこうどうやってあのなんだろう良さを伝えようっていうか心の色の良さももちろんそうなんですけど冊子ならではっていうところがマリリンの工夫を出せたらなと思って3つにまとめさせていただきました、まあ、1個目は、はい、イラストがついててすごくわかりやすくなってますはい。 お子様と一緒に学べますっていうこの言葉もいいですね。うん、イラストがついてるからあのお子さんに絵だけ見せたらあこういうことねって分かるしと同時に解説もついてるというところで。2> で2個目が補足動画付きです。でこれはあのマリリンが作ってくださったその元の PD PDF みたいなパーポンを 回しながらヒカルちゃんの声がついてたりとかもっと深い説明がついてるので学び足りないっていう人はその動画でまた理解を深められるんじゃないかなって思いますこの3つ目が内省できるワーク付きということであのまたここからアップデートされてるんですけどワークに自分で書き込みながら内 こう意識的に内省するっていう手順を、ね、冊子を読みながら進めることもできます。ありがとうございますで現時点で44から48ページ、うん、そうですね、はい、ということでサクッとあの切り取って中身を見せるとですね心の色反応、まあ、これまずあのとってもカラフルな表紙がありましてですね こんな風に、1ページ目はちょっとあの導入部分のお話があり、さっきカエちゃんが言ってくださった通り、こういう風に、毎度毎度、ここに行くといいよっていう QR コードがついてて、動画付きになっています。まあ、今、流行り <laughs> <laughs> 今、なんでしょうね。はい。そして、えっ、ー、と、まあ、あのこの動画でこう、イエスさんだって何みたいなのをちょっと私が語らせていただいたりとかしたりしています。 そして、心の色だけではなくてっていうカイレちゃんのお話の通り、そこのまあ背景にあるお話だったりとか、それってなぜ必要なのっていうこともお話が入っています。はい。文化の時代ってよく聞きますけどね、なんて話もあります。そして、えーと、 心の色この、えー、とワークブックがついてますよってまさに内省する聞いて情報を得たじゃあそれをアウトプットしようっていう内省するためのこういうワークシートがついていたりしています。 こんな風にカラフルなページがたくさん散りばめられていますよとただでも絵だけではなくってそこにちゃんと,、えー、っとそのバックグラウンドを背,背負ったその傾向が高い人ってこんな風に同じ状況なのに、えー、っと振る舞うよね行動するよねっていうことが解説されていたりする内容になっていますはいもうはい はいといとうことでここからは、えー、とその編集をしてくださっているマリリンからまずじゃあこういう構成にした理由って何とか、はい、なんか気をつけたこととかそういうお話をちょっと聞けたらいいなと思っているんですがそうですね、えっとまあ、もともとプラクティショナーのせんちゃん。 があの本当に素敵なイラストを作ってくれていて、まあ、さっき見てもらったようなイラストがあって。でえっと、それを あの見てももちろんよくわかるんだけど私たちってアイファの,のこ,うこれまでヒカルちゃんのね講座とかを参加してきた方ってよくわかると思うんですけどそれをどう使うかっていうところが結構大事だったりとか実践あのインプロとかね使いながらこう実際にその赤の人になってみたりとかなんかそういうことをやるからこそより腑に落ちるっていうところが私はあるなと思っていてでサッシに落とした時に。 そのひかるちゃんの良さっていうのがこうどうやったら見えるのかなっていうのが私の中で結構悩んだところでひかるちゃんの言葉をこうちょっと文字でシンプルにまあ伝えるっていうことを一つ気をつけたのとあとはやっぱり動画をセットにしてひかるちゃんの良さもちょっと入れたいなと思ってもっと冊子からなんかひかるちゃんが出てくるじゃないけどなんかそういうあの冊子にしてこう皆さんにこう手に 置いてなんか困った時にまた見て、振り返って、ああ、そうだった、そうだったっ、また置いてみたいな、なんかそういう位置になればいいなっていうのをちょっと意識して、はい、今、編集をしています。なんかあああ、その辺で困ったことってどんなことっっえー、っとですね、あんまりねあの、そういうのをこう手に取った時に、あここ困ったんだな、みたいな。あの、まあ、一番実際困ったのは、 やっっぱぱり要素がすすごいいっぱいあるんですよもう伝えたいことって山ほどあって、まあ、正直ハンドブックに収め,めきれない部分があってそれをどうしようかなっていうのがすごい悩んで実は今回あの最後にあの入れきれなかったものをオンラインで見てもらえるようにしたんですよ。 心の色 <laughs> そうそうですあの本当は入れたかったんだけど、うん、心の色っていうものを知ってほしいから、うん、もうそこにとにかく特化して、うん、そこから派生する内容とかもいくつかあって、うん、心の色をさらに深めるっていう、うんえっと、よくひかるちゃんのやってる有理論とかあとウーダの考え方っていうものを使うとより心の色っていうのは深められるんだけれども、うん、<laughs> まずは心の色っていうものに特化したいっていうので、うん、そこをもう泣く泣くごめんなさいって言って。 あのちょっとオンライン上に上げて見ていただけるようにはするんですけど、うん、あの何だろう冊子として心の色がしっかり伝わるかなっていうのにすごく内容が難しくなりすぎないとか、うん、そういうところはめっちゃ苦労したかなっていうのとあとは実践型って言ってるからこそワーク入れなきゃ、うん、なんかこう。 落ちにくいんじゃないかなっていうのがあったので、うん、そこをとにかく何かしらワークで皆さんに感じ取ってもらうっていう時間をハンドブックの中でも持ってもらえたらなっていうのは苦労したポイントの一つですねこの直近で追加した内容としてはやっぱりそこかなと思います、うん、ありがとうございますなんか私あのー、最初にも 言った通り、やっぱりこう本当に言葉にするっていうのを苦手ってずっとこう背負ってる部分があってであのうん、もう20年ぐらい前に言われたのが、なんか言ってることはさっぱりわからないんだけど、なんか伝わるって本当に私、それ本当に同じことを、私、ひかるちゃんと初めて出会った時に思っていて、で私、その頃から、ひかるちゃんにも言いましたけど、 青さが実はあったんだと思うんですけど <laughs> ひかるちゃんの言ってること分かんないけどすごいって思ったんですよ。<laughs> でやっぱそれをやっぱ本にするとやっぱり言葉の部分がはしょられちゃうんでひかるちゃんの本当は必要な言葉とかも全部はしょられちゃうんで、うん、ああ良さが消えちゃう部分もあるなとかっていうのはすごい思うとこです。うん なのであのであマリリンからこうあの動画を挟みましょうって言ってくれたのがまさにそれをつなぐものとしてすごくよく構成されてるなっていう <laughs> うんああのー、あなんか私はやっぱりこうインタラクティブであるっていうのはすごく自分自身が大切にしてるしその一人歩きしていて。 欲しくなないんかこうちゃんと伝わる人にだけ伝わったらいいかみたいなちょっと自分のエゴな部分だったりとかもあるんですけどそれをちゃんとこう補足してくれる保管してくれるというかはいという全てがそういう,こう構成になってってあのホールになっているというか全体論になっているっていうのが。 すごくなんかあ私自身がありがたいですし受け取ってくださった方自身にあのしっかりと届くんだなっていうのを感じてます私あの冊子の,あの魅力を伝えながらもっと y e スさんの知らない人とか心の色とかそういう新規の人に広げていきたいなって感じたんですけどのマリリンが作ってる上で感じた。 なんか可能性みたいなのって何かあるんですか？あのえっとねハンドブックはあのぜひ本当に近くに置いておいてほしいな。 っていう思いで作ってるんですけどそれを持っとくだけじゃなくてそれをきっかけに人と喋っっっててしいなすすごい思ったんですね、うん、でひかるちゃんがやっぱ普段からあのこうやって心の色っていうのをオンラインとかでもやってるようにそのハンドブックはとにかく知識ベース考え方みたいなところをまあ詰め込めるだけ詰め込んだつもりなのでそこをまずはあの知ってもらうでその上でじゃあこういうオンラインの場でもリアルの場でも いいと思うんで、こうやけどみんなどうなんみたいな感じでこう、うん、友達とかあのそれこそ親子でやってもらってもいいと思うし、うん、そういうなんかこう目に見えるツールになったっていうのはすごくより可能性がなんか増えるのかなって私自身は思いました。うんうん、むしろ皆さんにひかるちゃんとかまあカエレちゃんもそうだし、このアイファのグループの人たちと絡んで心の色をあのハンドブックベースにさらにちょっと皆さんで 深めてもらえたらなんか嬉しいなっていう感じがしてます。うん、もうすでに子どもたちと、はい、あの学びっていうまあ学童というか大人も子どもも学ぶ場っていうのをされていて、子どもたち自身がこうえっ、ー、ともうね心の色を理解してくれているというふうに私は理解してるんですが、<laughs> どんなふうに使えそうですか。いや、まあなんかその特にえっ、ー、と まあ、対人関係で困っていることがあったりした時にとか子どもたちがその困った時に使えるんじゃないのかなっていうふうに思ってたりもしてて、うん、まあ要は、まあ愛花ちゃんという子がいてこの子はこんなんなんだよねとかって言った時に,別に決めつけるわけではないけどこういうふうにしたらどうなるかなとか、うん、まあそういう,う投げかけをすることによって。うん なんやろ子どもらがいろいろチャレンジできるき、うん、っかけになったりするんちゃうかな、まあ、これは実は大人もそうだと思うんだけど、うん、心の色を、まあ、ハンドブックちょっと見てねとかああ自分の色は、まあ、なんか、ね、僕も最初緑かなと思ってたので緑をやってみたらなんかすごいこう疲れてなんか違和感をこう感じてて。うん えーまあ、じゃあそうなんか自分の思い通りやってみた後にこうまに、あ、子供はなかなかそこまでこういかないかもわからないけど自分でこう自己分析できないかもわからないけど、まあ、そういうふうに使えてるような気がします。うん、で、うん、なので非常にどうなんでしょう母親的な目線も愛かちゃんとかどうなんかなとか思ったり子供と接したりとか。 うん、子供結構、幅広いと思うんだよねそうですね、私、本当に2歳の子供から、大人は職場だと、本当にもう還暦の方までとかで、幅広いんですけど、子供とを接する上でも、なんか、なんだろう、こう自分のありたいマインドとして、子供と接するときはこの色でいたいなとか、なんかそういうふうには、なんか私、家ではそういうふうに使ってるから、子供の前では、まあ、今、ちょっと黄色を出してるんですけど、ここで なんか子どもの前では黄色の私でいたいっていうのがあって、まあ、なんか職場では職場で、来年ちょっとチーム作りみたいなこともいろいろ考えていきたいので、だそういう時にもすごいこう、まあ、自己分析もそうですし、他者分析的なところでも、チーム作りでもすごい大人では使えるなって思って、今、ハンドブックとかが出来上がるのがすごい楽しみだなって思ってます。うんうん なんかその愛花ちゃんの話で言うと、えっと、今回まあ構成として3構成にしてるんですけど、まあ、1, 1, 番1番目が心の色、まあ、そのものの特徴を知るっていうこと 2>,、うん、で2個目があの人が例えば赤い人と関わる時の関係性赤い人と緑の人が関わる関係性とか黄色の人と青の人の関係性とか、まあ、そういうところをあのより深く学んでいただく。でえっと、3番目の構成として 入れてるんですけどそれがまさにさっき愛花ちゃんが言ってくれたありたい姿っていうのをこう自分の中で見つけていくという,こう、まあ、フレームみたいな感じですけどになっていてなんか本当にあに私もそうだったんですけどあの今青を楽しんでるんですけどちょっと赤になりたいんだけどそのためにどうしようみたいな,なんかそういうワークなんかも入れてるんでそれもねあのツールとして一緒に使ってもらえるといいのかなって思います。うん という感じでですね、あの、まだまだ、えっと、ようやくなんかエンジンかかってきて、<laughs> なんか深掘ってお話聞いていけそうな雰囲気ではあるんですけれども、はい、30分というところでお時間になりましたので、はい、えー、っと、クロージングにしていきたいなと思うんですが、そんなこんなで本当に魅力の詰まった心の色のハンドブックになっています。で、あのー、1月4日から、 えっと、クラウドファンディングしていまして、えっと、ちょうど10日ま、今、ま、で、あ、2週間弱ぐらいに経ってきていまして、あのー、達成、目標で言うと、達成率はまあ今90%ぐらいなので、いや、もうこれ楽勝じゃんって思われる方もいるかもしれないんですが、実はまだまだ、あの、本当の思いとしては、 アイパーのこんな素敵なメンバーが一緒にこう今こう6周年って書いていましてですね、まあ、6年、まあ、あの設立して6年で言ったらマリリンがさっきおっしゃった通りもう10年ぐらいのもう知り合い付き合いでっていうであのえっ、ー、とジョーさんももうそれぐらいになるような気がしますって、うん、いう風に結構長く知ってじゃあこれいいことやってるねじゃあこれがもう少し組織化していって でえっと、社会に届いていったらいいねっていうことを活動としてやっています。 具体的には、えー、ファシリテーションっていうのがもっと,、えー、と学びの場、教育の現場に、えー、と届いていったらいいなというところでコントロール、コマンド指示、命令型の教育の現場から、えー、支援、えー、エンパワーエナジャイズっていうので支援だったりエナジャイズエネルギッシュに子どもたちがなっていく姿を支援者として応援していくそんな社会を作りたい。 というのをインプロマインドでっていうことで、まあ、イエス&、そこに起こったことを受け取って、じゃあそこに丁寧に受け取ったことに対して自分の考えを乗っけたり返したり次を進めたり、まあ、そういうことができる人たちとして、私たちはあの、まあ、日々を鍛錬しているっていう。 アイファはそんな、えー、と組織にななってますなのでそういうのがもっといろんな人たちに届いたらいいなと思って活動しているのでその一環としてのクラウドファンディングですので、あのー、その思いに共感していただいた方々はぜひあのアイファの活動をいろんなあの届の届 い,ただけたらいいたらな届いたらいいなという方々にこう、えー、広めていただけたら嬉しいなという広めるお手伝いもしていただけたら嬉しいなと思っています。ということで次回は2月2 8日、えー、毎週、えー、毎月第3日曜日の10時半から11時もしくは11時から11時半という形で30分の生配信をしています。 えーとクラウドファンディングは2月6日までやってまして、ネクストステージの目標を今、立てるべく、はいあの、またこういうメンバー、仲間で考えているので、ぜひ応援していただければ嬉しいです。ということで、本日、皆さんありがとうございました。見に来てくださった皆さんもありがとうございました。